こんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズの歴史の第8弾ということでですね、えー、ちょっと作曲家が続きましたが、今度はまたミュージシャンに戻って、アートブレイキーについてお話ししたいと思います。まあ、ドラマーで誰が好きかと言われたらもう一番に上がるぐらい僕はアートブレイキーが大好きですが、えー、どういう方かというと、1919、まあ、19年生まれなので本当にビバップ、1950年代のビバップ中心の人ですね。 もともとピアニストだったみたいなんですが、えー、ドラムに転向したというなんかマフィアがそのピアニスト連れてきて買われとで拳銃ちらつかせてお前ちょっと下手くそだからこいつにピアノ弾かせろそのピアニストはエロール・ガーナーという人だったそうなんですがまあそりゃエロール・ガーナーはピアノがめちゃくちゃうまいですからで、まあ、ドラムに転向しても下手くそ下手くそって言われたらしいですがジジイガレスピとかにこう指導を受けてこうやって叩いたらっていう風にこうにいろいろ言われて えこうだんだんこうモダンジャズの、まあ、第一人者になっていくそうですね。シンコペーションっていって、えーまあ、スイング時代ってドラマのバスドラマはどん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 と表を弾くんですが、えー、モダンジャズになるとワン・ツー・スリーウッドンウうドン,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 ンっていうふうにこう裏っ側に踏むことによって進行感を得るんですが、まあ、一番最初にこういうのができたドラマはケニー・クラックと言われてるんですが、まあ、アート・ブレイキーなんかもそういう,こうディジーとかにこう,こういうふうに叩けようと。 まあ、ディジーは、えー、最初はやっぱりこうそういうのができるのがケニー・グラークしかいなかったんで,でそれからマック・ス・ロッチができるなんてこう頼める人増えてきたなっていうことでまあそういう新しいスタイルのドラマをやっぱり求めていて、まあ、ブレイキに教えたということなんですがでハードバップというジャズのジャンルを作ったというか まあ演奏を見て評論家が、あ、これはハードバップだって言ったわけで、で、彼は、まあ自分がやってることはハードバップっていうふうには思ってなかったって言ってるんですが、まあ後にハードバップってアルバムを自分で作るんですね。えー、まあ気に入ってたそうですね。非常に親日家で、えー、来日した時も海外では、 黒人っっってて一緒に写真撮るってことなかたたみたいですが、日本人がこうみんなこうファンが集まってきて「一緒に写真撮ってもらえませんか?」って言った時に「俺黒人だけどいいのか?」って言った言葉が残ってるそうですが本当にアメリカだとね、えー、どんなに素敵でも一緒に写真撮ったりすることはなかったみたいなんでそういったことからも日本が大好きで「<laughs> ファンタジー・イン・ディ」っていう曲を作ったやつを「えー、ウゲツ」と呼んで自分で演奏してるっていうのが残ってますね。 ファンキー・ジャズ・ブームっていうのを作ったと言われてますが、ファンキーっていうかこう、ダンスしやすい子、ファンキー・ジャズっていうのはこの人が始めたとも言われてますが、まあそういった形ではあります。でもファンキー・ジャズっていうのはなんかどちらかというとホレス・シルバーのイメージがあるんですが、えー、メッセンジャーズのまあアルバムをですね、まあちょっと短いこのハードバップ時代、この辺がやっぱりこうきらびやかな彼らの経歴なので、この辺の時代ですね、1954年にバードランドの、えー ライトアットバートランドというアルバムが出てます。これ2枚組でね、クリフォード・ブラウンというトランペット。もう本当に天才でですね、マイルス・デビスが彼がこう、えー ちょっとウォーミングアップしてるとこを聞いて「死んじまえ」って言ったぐらいそれぐらいちょっと嫉妬するぐらいうまかったそうなんですが楽器力も素晴らしいし人間的にも本当に素晴らしい人だったみたいですねクリーンで薬もやらずやってる人をやめさせたりとかもうブラウンにあった人間がブラウンの悪口言うことは絶対なかったって言われるぐらい素晴らしい人だったそうですねえ数学者になりたかったんですがまあすごく迷ってミュージシャンを選ぶんですが1回目交通事故してね顎を お骨をやられてしまってですね、えー、苦難の日々をやれてしばらくピアニストで演奏してるんですがまた復活してトランペットで,でその時代ですねでまた交通事故で、えー、1956年には亡くなってしまうのでもう本当に彼を中心としたぐらいの最初はバンドだったと思うんですがクリフォード・ブラウンルート・ナルドソンという二人の、えー、まあ相当二、えー、人のね管楽器のねでものすごくこう そ,それまでの演奏に対してどちらかというとものすごくアレンジがイントロがつけちゃんとつけられてたりとかソロをやってる間にこうバックリフがあったりとかとにかくきやすいお客さんも楽しみやすいフレーズにやっぱりなってますねラテンを取り入れたりとかそういったことをやり始めたわけですねでこのアルバムではですね B.B. マーキットっていう、えーまあ、ちっちゃい110センチぐらいのロゴの人がいて大きな葉巻を加えてですねバードランドというお店の看板司会者だったわけですね PB マーケットが最初にすすごくアナウンスをしてるんですよで、よ今日は皆さん、レディース・エンジェントルドロマンから始まって、今日は皆さんお越しいただきありがとうございます。今日はブルーノートっていうね、あのレーベルで録音してるのをご存知かと思いますが、なんかいいフレーズがあった時に拍手をすると、その拍手はレコードがそのまま出回った時に、この拍手俺もだって自慢できますよっていうふうな司会をやって、1曲目が始まるんですが、すごくここ盛り上げてくる。 まあこの人自体はすごく意地悪で、あのー、性格悪くて、まあ、いつもいつもこう、みんなにチップをせがんでたっていう有名な話があるんですが、まあ、そんなこところも楽しめるアルバムですね。えー、ホレス・シルバーっていうピアニストと相当で作って、まあ、もともとはリーダーがホレス・シルバーだったんですが、このジャズ・メッセン・ジャズっていう名前で、まあ、アートブレイキーと、まあ、このバンドやろうっていう形で始めて、ホレス・シルバーはこのまま、えっ、ー、と、2年後に脱退するんですね。1956年に。 クリフォード・ブラウンが亡くなったタイミングで辞められたのかどうかわかんないですが同じぐらいの時期に、まあ、このバンドを抜けておりますサックスのです、ね、ジャッキー・マクリーンが入ったんですがマクリーンが麻薬で捕まってしまってベニー・ゴルソンが入るんですねこんなにすごい演奏してるのなんでこのバンドはうまくいかないんだと思ったら、まあ、遅刻はするとにかくもルーズでルーズでだからそれを結構まとめた人らしいんですねだからこの人が入ってからものすごいどん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 ,どん有名になっていくというだからこう なんで仕事がないかっていうのはルーズだからでしょっていうところをやった人ですね。だからしっかりバンドを固めていた人ですね。でリー・モーガンっていうの天才トラッペー方がまたこれも入ってきますね。で、ボビー・ティムンズ、ジミ・メリットっていうメンバーで、まあこれが、えー、モーニングと一番有名な。モーニングっていうのはですねこう、朝のモーニングだと思ってる人多いし、僕もそう思ってたんですが、モーンっていうのが嘆き苦しむっていう意味なんですね。なんで モーニーは投げ苦しいでのた落ち回るみたいな俺の人生も最悪だよみたいなイエースロードっていう風にこうまあ神様みたいな感じのこう受け答えの歌詞もついてたり後でついたりするっていうような曲でございますがこのモーニーの聴きどころはですねリー・モーガンがすごくこうブルージーにトランペットのソロ要はブルースの時代のやつのこうブルーノートっていうのを使ったこう泣かせのフレーズをいっぱい弾くわけですね。 でどちらかというとあるこう曲全体をこうブルーノートで埋めていってみたいな感じのアドリブをしているベニー・ゴルソンはいわゆるそのクール時代のもう音熱勝負みたいな感じでサックスをこう奏でてこう音熱を奏でるっていうタイプのアドリブをするわけですねでボミー・ティモンズはどちらかというとゴスペルみたいなピアノを弾くわけですよつまりこう同じ曲なのにいろんな3種類のこう全然違ったアドリブを楽しめるというような形を作ってるわけですねつまりこう… いいいてて飽きないというか、そういったこうただアドリブ勝負ではなくてこう経路の違うう人をうまく集めてるわけですね。だからアートブレイキーっていう人はやっぱバンドの全体のサウンドこれはマイルスもそうなんですけどこうまとめる力を持っていてこうマイルスもそうで自分のソロの後にこう続くサックスプレイヤーを選ぶしその後ピアニストもそういったピアニストを選んでいくというか。 そうすることによってバンドのサウンドがこうきらびやかになっていくっていうのをすごく狙っていくわけですね。だからまあアートブレイキのバンドもマイルスのバンドもここに入ったバンドの人たちは比較的みんな有名になっていくということですね。もちろんそのままあまり有名じゃない人もいるんですがリー・モンガンなんかもスタープレイヤーだしベニー・ゴルソンも非常に有名ですね。 で、えー、1960年になってくるとウェイン・ショータ確か1959年ぐらいにはもう参加してるんですが「えー、アフリケイン」っていうアルバムが多分一番目に最初に、えー、入ってるんですが有名なのは「ナイト・イン・チュニジア」っていうアルバムですねこれこの曲自体はもうバードランドの時にやってるんですけどまあ非常にこのラテンでアートブレイキがドラムソロをもう最初にドカーンってやってからやるっていうスタイルをですね確立していくんですね ナイト・イン・チュニシアってアルバム2枚出てるんですが、こっちがブルーノートレーベルで出てるナイト・イン・チュニシアですね。リー・モーガンとウェイン・ショーターが入っていると。ウェイン・ショーターはマイルスの時にも説明しましたが、この当時、まあ要はスタープレイヤー、看板プレイヤーとしてアートブレイキのバンドにいるわけですね。ここにいたからマイルスのバンドに加入が遅れるわけなんですが、 レイキは、あの、メインショーターを見つけたのがですね、メーナード・ファーガソンっていう、ものすごくこう、えー、セサミストリートとかが有名なあのビッグバンドがあって、そのビッグバンドでショーターが吹いてるのを見て、で、ファーガソンに電話して、お前のバンドにこのショーターはいらないだろう、俺のバンドにはいるからよこせよっていうふうに言って引き抜いたと言われてますが、こんな感じで、チ、えー、ュニジアに入りますね。メインショーターさんからそうですね、59年になってますね。 なので、えー、こういった、ま、サウンドがどんどんコロ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 変わっていくんですが、この後にも,もうスタープレイヤーがいっぱい入ってくるんですね。えー、でも、ま、とりあえずこの辺が一番有名で、ま、押さえといた方がいい3枚のアルバムですね。 1981になるとウィントン・マルサレスっていう人が加入します。これはまあですね、やっぱり1960年代から70年代ぐらいになって、日本ではすごい人気があったんですけど、やっぱりこう、アメリカではあんまり人気がなくなってきたところに、トランペットで非常にこうクラシックも置けばすげえやつがいるとで。これはもう国を挙げてですね、この人を参加させて、こうジャズというのを、アメリカ人というのは、要は自分の国で作ったものっていうのは、ジャズとベースボールと、 憲法だと思ってますからもうお金を使って、まあ、ウィントン・マルソイス起用してって言われてますね。そうすることによって、えー、ブレーキ自体ももう一度返り裂いて、で、ウィントンはここの経歴を足がかりに、ものすごく世界的に有名になっていくということですね。僕のおすすめ CD でも何度も説明してますが、お兄さんのブランホード・マルサイスも入ったりしてますので、ねえー、非常に有名な、えー、曲が、この土地の有名な曲がいっぱいあります。えー、というわけでですね、 えー、アートブレイキーの大まかな、こうとりあえず聴いといた方がいいよ。このナイトアットバードランドを見て、えー、アートブレイキーのバンドをこう、記者の人は、評論家は、これはハードパップだって呼んだわけですね。このアルバム、やっぱり歴史的アルバムはやっぱり一度聴いておきましょうねで。モーニーは有名なので、モーニーも聴いていた方がいいかなと思います。ドラムサンダースートとかね、結構こう。 組曲みたいな曲になってますが、僕も大好きでやりましたけど、そんなのやってる人あんまりいないと思うんですが、もうこのアルバムはもう全曲大好きですね。で、チュニージア、ナイト・イン・チュニージアですね。リー・モーガンとウェイン・ショーターのサウンドですね。なので、すごくこの時代時代で、こう、クリフォード・ブラウンというトランペッターが弾けて、リー・モーガンが弾けて、で、ウェイン・ショーターの加入、ね、ベニー・ゴルソンも弾けて、ルードナルソンも弾けてという、こう、 非常にこうハードバップのスタイルなんだけどこう3色だいぶこうサウンド感が違う感じとかっていうのをやっぱりこう聞けるのが面白いかなと思いますというわけで、えー、大まかですがアートブレーキの、えー、解説でございました本日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください チャンネル登録の方もよろししくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討ください それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。